皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年6月の20日、16時46分、この間の、交流戦最終試合の日本ハム対阪神タイガースの試合なんですが、まあこれを話しているのはこちらの時間軸ですから同日は関係なしということで絶対森下選手タッチアップできたでしょ、万波選手フェンス際のファール。あんな取りにくい形でキャッチしたら、投げるとき絶対投げにくいでしょ？絶対タッチアップしなきゃなんないじゃないですか。で、不利だけするんです。で、あと、日本ハムファイターズの選手がね、ライト前にヒット打ったかのように見せるためにファーストの選手。普通に飛ぶぐらいで、もう大急ぎで、こう、パッてこう飛ばなくても普通に飛ぶぐらいの本当は飛べた。ボールから目線を思いっきり離していった。グローブ出した。ちょっとだから、イカサマ行為したら打撃の方も成績悪くなるから。詐欺師、詐欺を C 扱いしちゃダメ。じゃあ僕も言葉間違えて笑いすぎて、僕もおかしくなって、変になってるっていうこと。いやだから、守備きちっとしてれば打撃もきちっとできてくると。言うでしょ、どうせ解説席が。守備からリズムかとか。で、あと法的に見ても、コンピューターが、やっぱりこれを意図的にしてるかどうかわかるから。こんな日本代表、どうやって全球団がそんなことし始めた。何基準で選ぶ。もうワールドベースボールクラシックも、もう4年に1回、引き伸ばし、親善試合絶対いらないで、もちろん18歳以下の、世界戦、高校生とかの世界戦、絶対無理。大学生、世界戦、寝ぼけるなと。本当に。ちゃんとプロ行ってからやと。それね、毎日野球ばっかりしてる人とそうじゃない人だったら、じゃ環境がまず違いますから。いや、だからもう本当、もうこれ世界中どこの国も本当にエネルギーの残存問題で、もう学生が、世界戦なんか論外、本当に。ちゃんとプロ行って、で、商業原理的に、しっかりお金稼ぎができてるかどうかで、それが仕事として残るかどうかであって、そこには倒産というものがあって、民間の多くの人たちは倒産という、目にあっています。で、そういう現実的なことを、しっかりと考慮してもらって、プロ野球界の人に言っても、ね、どうにもならないとは思うんですけども、まあ、どうにかなるといえばなるはずなんですけど、みんなで集団訴訟とかしたらね、2リーグ12球団制で、複数本拠地制度でね、まあ、選手の数を、まあ、40人ぐらい抱えておいて、南から北へ向かって、サッカー界ですよ、巡業して、で、そこの本拠地にちゃんと留まっておいてね、畑、クワでこう畑耕すガソリン使用しない。何がこう良いことをしてで、僕が撮影してるものを見てもらったら分かる通り、神戸市北区だけでも、まあ、大御町とか山田町とかもありますし、もう正直もう、北区からの北部のところで、各家庭でね、1000世帯ぐらいはね、かまど発電、してもらえるはずなんですよ。で、いや、できます。倒木だけで、これだけあるんですから。びっくりするぐらいあるでしょ。唐田台の近くの神戸市、神戸北高校、兵庫県立なんですけども、山の中に、まあ、1時間ほど入って歩いて、登っていくまでの間に、1000本ぐらいあるんですから。で、かたや、谷亀駅の近くも、河川ちょっと登っていったら、その先が、カントリーゴルフクラブというところなんですけども、まあ、1時間じゃないですね。まあ、50分
ほど、まあ、登っていったら、右手の方に、まあ、大きなため池があったんですが、まあ、そこが、飲み水の元になってるのかもしれませんし、その近隣の。まあ、そこも、登っていく途中で、倒木は、まあ、1000本ぐらいあって、なんか、まあ、係員をつけて、まあ、山田中学校と、谷上小学校の方で、かまど発電を行ってもらうと。で、天日干しをしておいて、ある程度、ちゃんと乾かして水抜きをしておかなきゃならないので、その倒木ですよ。まあ、4月からね、冬前の間に担いで、ガソリン使わずに担いで山を下山して持っていくと。まあ、降りていった時の時間と学校に運ぶ時間、合計しても、まあ、1時間ぐらいですね。山田中学校にしても、谷上小学校にしても、大体それぐらいです。片道。まあ、もう、それぐらいなんだから、まあ、1日2往復するなり、3往復するなりして、まあ、いい肉体、いいトレーニングにはなると思うんですけども、まあ、サッカー界の人たちも。サッカー界の人たちの日本代表って、そっちもそっちでやらせあるんでしょ。どうします？これ、だからコンピューターが、全部覚えていて。やらせが多かった選手。だから、この間のね、女子日本バレーボール代表、日本対アメリカ戦ね、これだけ僕は海洋基本法違反だって言ってるのに、いや、わからないですよ。現場行ったら髪の毛染めてない可能性だってもちろんありますよ。海外の選手見たら、しょっちゅう入れ墨浮き上がってる人たちがいっぱいいていて、多分、格闘技業界から来てるでしょう。まあ、その格闘技業界だけだったら稼ぎが足りないから、バレーボールだとか、そういうふうな形にしてると思うんですけども、世界中の人口が実は20億人ぐらいだったと。こういう話なんですよ。で、日本人の大体の人口計算、まあ、大まかにしたんですけども、3000万人ちょっとぐらいでした。これは、現実ですんで、だから、例えばタイとかでしたら、日本よりも多分面積狭いんで、まあ3000万人いらっしゃらないんじゃないですかね。まあベトナムもそうですね。フィリピンも、まあ日本より面積小さかったとは思うんですけども、まあ地図見ても国境はどこからどこまでがフィリピンなのかよくわからない時がありますね。インドネシアぐらいは日本の、まあ面積よりも、絶対に広いと。なまあ、それでも5000万人ぐらいじゃないですか。で、ニュージーランドが日本と同じぐらいの面積か、やや小さいかぐらいですからね。だからまあ3000万人いらっしゃるかどうか。まあ中国もたくさんいて2、3億人っていうところですね。だからインドで、なんかインドの人口が中国を上回るとかいう変なニュースずーっと流れていたでしょう。面積見てわかるじゃないって。何わけのわかんないこと言って。多分1億人ぐらいですよ。インドの方たち、たくさんいたとしてですよ。アメリカも人口1億人ぐらいですし。だからまあカナダとかロシアは正直な人口を表記していたのかもしれませんし、まあ2000万人ぐらいじゃないですか、カナダって。だけども、豪雪地帯じゃないですか。だから本当は2000万人っていう数字も3分の1か4分の1の可能性、国土面積が広くても、それも可能性ありますね。で、まあ、ほとんどの国が日本より小さいですよ。20億人、もっと少ないかもしれませんよ。可能性終わりですよ。だからなんかインターネットゲームとかで1億ダウンロードとか記載されてるのあるでしょう。もう絶対嘘ですよ。最初僕の提案したゲーム。我が天下と我が天下、戦国の我が天下の全世界中で1億ダウンロード。嘘ばっかり、本当に。
公営テコモさんなんじゃないですか、会社。そうは作ったんじゃないですか。本当、まあ、これ裁判進んでみたら公になるんでしょうけど、世界中のその人口の絶対数把握してなかったら、なんで今さスタジアム作るのの話になるんですよ、体育館も。まあ、今の神戸市のバスケットボール用の体育館。人口ずーっと減っていってるのに。体育館があるのになぜか体育館を作ろうとする。なぜ建築業界が取り締まられないのっていう話なんですよ。まあ、ちょっと話取れましたけども、日本代表どういうふうにして選んでるの？だから、その、やらせをしていて、そのね、打撃の成績勝手に下げられてもね、その、あと、まあ、佐藤輝明選手に関してなんですけども、新人の年から3年連続、左打者で20本以上ホームラン、打ってるっていうのを3年連続した人は、新人の年からですよ。まあ、初なんですけども、その、記録更新させないようにして、コンピューターが稼働して、次の話題性とかなくなってしまうから。いきなり10年連続とかされたら、そこ小刻みに4年連続とか5年連続とか6年連続で誰か出現したら、それだけ話題になるとか、だからマスコミの変な考え方ね、マスコミの都合、ご都合主義。だからそれによって、打撃成績がおかしくなってるのかもしれませんし、まあ左バッターとして、まあ前川右京選手が、とても好調であると。まあ、まあ、体格を見たときに、まあ、体の大きい人で足のあまり速くない人、まあ、体大きいとしても、例えば大谷翔平を基準にして、彼よりも、まあ、足が速いか速くないかで、今話をしてるんですけども、まあ、そういう体格の人って、まあ、ファーストかサード、まあ、横飛びで、どうにかするっていうポジション、横にたくさん動くようなショートとかセカンドを、向きではない。まあ、外野手向きでもないと。まあ、足腰をすごく鍛えた話は変わってくるんですけども、お腹引っ込めて、軽くなりますから、上の方が。だからまあ、サード、だから前川選手がどれぐらいサードに慣れてるかどうかはわからないんですけども、なんかその方がね、正直阪神タイガースは左打者だし、しっくりくるなとは思うんですよ。だって、近本選手と中野選手は、もう守備も硬いですし、足速いですし、もう変えられないところじゃないですか。で、まあ、ないと思いました。何回ぐらいああいうふうな意図的に、こう、意図的なプレーをしてます。だから、本来の打率とかホームランとか、だからまあ、原口選手のこの間の、エスコンフィールドの試合の最初の1回のイニングの時のホームラン、客席に入ってるから、あそこ、あの球場、客席の間開けてるから、客席ちゃんと入ってるから絶対ホームランってわかるのに、審判が薄打ったでしょ？もう成績とか数字の見方とかもめちゃくちゃなってくるし、何がめちゃくちゃになってくるかって、そこからで、話がどうなってるのかよくわからないんですよ。日本代表の選手どういうふうに選びますかっていう話になるんですよ、本当に。だから昨日の試合も、だから、森下選手がタッチアップしてたら1点入ってましたし、あの時ってランナー、セカンドにもいましたっけ？じゃあ、まあ、あの位置からだったらサードへタッチアップできてますよね。多分ホームに投げますから。それともサードに投げます。それはそれで距離ありますよ。まあ、サードもセーフでしょ。その後近本選手がヒット打ってるから延長戦になってないんですよ。で、多分2対0で終わってます。ファースト見たらボール見ないで適当にグローブを
あれね、試合中僕、笑わないで頑張る、めちゃくちゃ大変。延長戦の、リレー中継とかの放送がないから、報道番組を見ながら、阪神タイガースで頭の中送ってたんですよ。何してたかって言いますと、21時、まあ少し過ぎてからですね。まあそれで得点して、まあ勝ってるという状態で。最初から2対0でいいじゃないっていう話になるんですよ。エネルギーの残存量問題的にも。だ余計にライトの照明を長い間つけなくて済みますから、延長戦になってないですし、まあ得点的にも2対0っていう形で終わっていると、まあ21時ぐらいに試合が終わっていると。こう、いちいち、こう間が空いたりとかじゃなくて、こうスイスイ、こうスイスイという言葉が合ってるかどうかはちょっと疑問に残りますけども、すんなり試合が進んでいく、まあそういうような形にならなかったっていうところで、まあライトだってこう長い時間使用してるとそれだけ早く交換時期が来るのであって、ライトを作るのにエネルギーが必要で、それを加工して運搬というものがあってと、取り替えたりするのにも、まあまあまあそれぐらいしっかりと潔く試合ということでいただきたいなと思いますね。でそれと、まあ日本代表の選手の選び方ですよね。まあ、例えばサード、今のところ前川選手、試合の出てる数を見てもらったら分かりますけども、まあ打率は、そこそこいいと、3割近く打ってると。まあホームランも、まあ少しあると。まあ体格的なことを考えたら飛距離的にはある程度出せる方ですから、今、ラッキーゾーンのスタジアムが増えてるでしょう。で、まあソフトバンクとかそうですけども、まあ深めに守られていたら、まあ、バットの振り方を見たりとかで、外野フライとして処理されてる可能性のものがホームラン扱いとかになってますから、あ、それはちょっと違うでしょうっていうことになってくるんですよ。しっかりした距離とかだったら、まだホームランの数として数えたらいいんですけども、まずラッキーゾーンに入ったホームランの数は、引いておくと。で、それは、まあ、半分くらいはアウトになっている可能性があると。まあ、そういうふうな見方で打率を下げて物事を見ると。だまあ、甲子園でどれぐらい打ててるかとか、まあ、そういうことになってくるんだと思いますよ。本当のところは。かたや、じゃあ、東京ドームのような、ボールが飛びやすい、ホームランになりやすいような球場だと、まあ、ラッキーゾーン、にボールが入ってるような人たちの方が適性としては合ってくるみたいな形になって、だ球場に合わせて選手を、変えるのかどうかと、スターティングメンバー球場に合わせてこの選手で行くぞと、もうその普段からのそのペナントレースの時の打ち方で結局ラッキーゾーン込みの考え方の打撃になってしまうでしょう。どうしてもそれはそれで点になるから、成績にもなりますから。だからまあ本当の人口を見て、その3000万人ちょっとっていうのを見たときに、これはもうラッキーゾーンなんか作ってる場合じゃなかったら、余計な客席を、で余計な建設工事費と余計な建設エネルギーだったと。こういうことになるんですよ。で、まあ、甲子園にたくさんお客さんが来るのは、その、新快速だとか、まあ、昔は特急という形で阪神電車とかは走ってましたけれども、まあ、西の方は姫路市ぐらいまで、まあ、電車に乗れば、ある程度の時間で着くと。で、片や東の方は、まあ、京都府の、中心地から、まあ、ちょっと離れたところぐらいの、まあ、京都駅まで来れる方たちだったら JR
まあ新快速乗ったらすぐに甲子園の近くまで来れると。だから兵庫県のある程度の地域の人口密集地帯のところの範囲までがちゃんと対象になってるんですよね、西宮球場って。で東の方は大阪府プラス、京都府で、もしかしたらまあ滋賀県からもう延長戦になったらすぐ帰らなきゃ、終電だとかそういったことを考えると、あと何かがあったらっていうことを考えますと、あ、まあ滋賀県の、JR の駅に近い人とかでしたら、まあ甲子園まで見に来る人は来てるかもしれませんし、であとは奈良、まあ和歌山から見に来られる人はまあなかなか難しいのか、ちょっと和歌山まで電車で行ったことがないので、まあ地図見ましたけども、まあ西宮甲子園球場まで和歌山からは結構遠いなとは感じますね。大阪府は縦長ですからね。まあ地図を見てもその和歌山のまあ南の方、南というかまあ中間ぐらいのところ、まあ、山を一つ越えてそこに盆地があってそこに町が発展してるっていうのが和歌山県ですから、一応まあ JR ともう一つ別の鉄道が、まあ、海沿いに向かって、通っていて、その列車の近くの家の人とかでしたら、まあ、甲子園見に行って、でただ延長戦になるとまず途中で早く帰らねばという方たちだと思いますね。まあ、だから奈良も同じようなものなんじゃないですか。まあ、奈良も行ったことを、その電車に乗って行ったことがないので、で新快速とかに乗って、まあ、どれぐらいで、まあ、奈良に着くだとか、まあ、近鉄になってくると思うんですけども、電車が、まあ、甲子園の場合はいろんなその人たちまでの範囲が対象者になりますから、だからまあもちろん老人、まあすごく高齢者の方とか、まあ中高生、まあ家が近い人とかは別ですけども、もう西宮市に住んでいてだとか、あんまり距離がある人は交通費的に、高校生がねそんなに交通費持ってるかって言ったら持ってないですから、じゃあやっぱりまあまあ20歳ぐらいから、60歳ぐらいまでの人たちが大体の対象者になって、まあ人口を計算したら、まあ対象者となる人が、まあ100万人ぐらいはいるんじゃないかと。本当の人口117番のところを見てもらったらびっくりするかと思うんですけども、一回ちょっとアクセスして、見てみますね、僕のホームページ、河合圭介の履歴の117番、だからどちらにしても少子化は40数年間続いてますから、だから複数本拠地制度にして巡業するような形にしなかったら、結局お客さんの方の制度の中身が持たないっていう話になってきますから、あ、まあ早くそういう形に移行するべきでしょうね。だからまあ京都府で本当の人口59万人ぐらいで、兵庫県で125万人ぐらいで、大阪府で220万人ぐらいで、和歌山県で25万人ぐらい、奈良県で35万人ぐらい、滋賀県37万人ぐらい。だからまあ、和歌山県とかだったら、遠い人は対象外になってくるでしょうから、まあ、このうちの25万人中の、まあ、5万人ぐらいの人が、まあ、対象者になってくるんじゃないですか。その、甲子園に来る来ないに関して。だからまあ、奈良県に関しても、どの辺に住んでるかだとか、まあ私の家から甲子園までだったら大体
2時間ぐらいですね。駅に着いて歩いて、球場入って座るまでっていうところまでを考えると、まあ、年齢とかのことを考えるとやっぱり200万人ぐらいいるかいないかだと思いますよ。実際のところは滋賀県も奥の方の人は帰るの間に合わない人たちがやっぱり結構いらっしゃるんじゃないですか。滋賀県なんか本土人口37万人ぐらいですから、奈良は35万人、和歌山は25万人、京都府は59万人。まあ、元々のその100万人超えの人口っていうのは本当は数がものすごく大きいっていう、そういう意識、例えば学校の校庭に500人ぐらい集まったらすごい人数だったわけじゃないですか。なんか本当はその感覚で正しいんだと思いますよ。他の球場なんか、例えば愛知県の名古屋ドームなんか、席数が3万席あるかないかじゃないですか。だから読むのがそんなものだと思いますよ。で、愛知県のその隣接してるところが長野県だと思うんですけども、まあ、ちょっと鉄道輸送網とかしっかり見なかったら分かりにくいところがあるんですけども、まあ、愛知県自体がまあ200万人ほど。ただし、まあ、その、若い人と、60代以上の人を外すとっていうことを考えたりだとか、まあ、長野県で40万人ほどだとか、静岡県でね、まあ、100万人ほど人口はいるかもしれないということに、まあ、この表記上からの計算で出したんですけども、まあ、面積は広いから、いらっしゃる可能性はありますよね、100万人ほど。静岡から愛知だったら、見に行けますね、名古屋ドーム。結構な人が。だ静岡県、愛知県、長野県で、まあ、お客さんの数がある程度確保されていたと。なあ、まあ、各地域を巡業してで、まあ、絶対お金を払ってくれたお客様だけ入場できるっていう形にしなかったら、各これ都道府県の知事市長しっかり対応しなかったら、ホットモットフィールド神戸、昔のグリーンスタジアム神戸、そこに無料での募集が広報神戸に出ていまして、そういうことするからエネルギーがたくさん消費されるのであって、そういう部分をね、エネルギーの残存量問題に結局議員の人たちが真面目に取り組んでないんですよ。本当にずっと取り組んだつもりになってるんですよ。太陽光パネルがとか風力発電がとか言って、じゃあ自分は一体何したんですかっていうことになったら、あんまり大したこと何もしないんですよ。余計にエネルギーたくさん消費してましたって罰せられる方、それで我々より給料高かったんですよ。それ許せることと許せないことがあるでしょ。まあ、もうそういう部分もあるから、まあ日本代表の選手をどういうふうに選ぶのかっていう部分もありますけども、そのね、もう演技してるっていうことが見てわかるから、その性質として、だからチケットの購入の仕方とかも、そのファンクラブとかそういうふうなものも、僕はどうかと思いますね。結局はそのお金いくら持ってるかの話になってきますから、だから各地域を巡業することによって、お客さんもまあ自分の家の近くの都道府県に来た時に、見に行こうと、まあ、その方がエネルギー効率もいいですし、お客さんの移動の方ですよ。で、選手の人たちとかの移動とかも飛行機に乗って
あっちやこっちはもうずっと飛び回ってると、そういうことよりも、隣接してる都道府県にこう順番に移動していけば交通費もそうですし、エネルギーの損失も少なくて済むと。その相乗効果ってオリンピック解体と、まあ、スポーツ界だったら、野球界とあとサッカー界は2リーグ制で12球団に絶対しなきゃならない。でそういうことを、しっかりとできたらね、まあエネルギーの損失っていうのをだいぶ減らせると。でそれプラス自動車の生産を停止させると、ガソリン車の。電気自動車の方も5年ぐらい停止させてもいいぐらいなんですけどね。っていうのは車が余りすぎてるんですよ。過度の少子化もそうですけども、海外でも同じようにしなきゃならないし、まず電力を、全ての電力を、自然再生可能に、まあ、河川水門回収式ダム発電とか太陽光パネルとか風力だとか地熱発電とかいろんなもので、まあ、潮流発電とかもそうですけども、全ての電力を賄えてからなんですよね。でさらにオール電化も進めて、じゃあそれから電気自動車の話のはずなんですよ、本当は順序を考えると。だからまあこれぐらいね、世の中全員、エネルギーの残存量問題にしっかりと、取り組めてるか取り組めてないかでいうと26年間ほったらかしと、これがもう現実ですから。これだから本当に今シーズンの合間合間の時でも、まあ、12球団の監督と球団の、社長と、まあ、選手会の会長だとかそういった人たちで全ちゃんと集まってね、これ青江さんの言ってる通りもうある程度はもう作ってますから、どこは本拠地にするかっていうところで、この通りにしてもらったら、まあ、パ・リーグの方は日本海側と、まあ、四国が太平洋側のルートで、まあ、移動するような形だから、まあ、対戦カードがある程度固定されていくような形になるかもしれませんけど、その最初のシーズン始まった時にある程度の期間、1ヶ月か1ヶ月半ぐらいもう福岡ドームで、試合を、まあ30試合なり、消化して、次移動すると。そしたら、まあ、だいぶ、先のところに、まあ、ある程度小刻みに試合しながら移動したとしても、一気に移動したとしても、まあさすがに沖縄とか九州の南の方から試合を開始して北上で、4月でしょ。で4月に入ってから、まあだからまあゴールデンウィークぐらいになったら、まあ他の球場で試合してるか、まあゴールデンウィーク明けか、だからまあゴールデンウィークぐらいの頃に他の球場に移動していた方がいいと思いますよ。屋根のない球場にエアコン使っちゃうでしょ、結局薄着に上着脱ぐだけでよかったのに。かそれか、まあその時の気候にもだいぶよるんですけどね、結局気候が、まあ夜と明け方とかはその時期は朝晩はだいたいまだ日中と比べるとだいぶ、まあ、気温は低下しますよね。本腰が入ったこう夏場になってくると、まあ夜でも蒸し暑いというような状況の日が、そこそこ、あったりするものですけども、まあここまでしっかりしてるのに延長線すらなくさないわ、南から北に向かっての巡業はしないわ、なぜ僕が全部考えなければ何もできないのかと。そこでね、NPB というものは何のために存在するんだと、組織として。それなんですよ。だこれは正直もう腹割った話で、本音で話をしなかったら世界中の政府の首脳部の人たちと、もう、まあ、今まで高島綾ルート宛てで昔送ってた SD カードで良い内容の話とかを進めてきましたけども、本音の話をしなかったら物事って進まないと思うんですよ。だからそれは何かっていうと、
やっぱり高齢者の人たちが自分が生きてる間は、石油とかガスの輸入があるよっていう考え方があるから、じゃあ今小学生なんかどうなんのって、完全に絶望的じゃないって。もう僕も今年47ですけども、残り2年前で54年分ですからね、石油。どう考えても絶望的ですよ。車はだからたくさん、だから本当の人口はね、20億人ぐらいだったとして、世界中で15億台も車、重機も合わせて、トラック、バスも含めてですけども、作ってしまってるんですよ。もうどうしようもないんですよ。もうすぐに生産を停止しなかったら、それらが乗られるから。世界中ですよ。それでも10年間ぐらいは、消費するエネルギーって変わらないですよ。これが我々の置かれてる現実であって、その間に、まあ、メタンガスの抽出場、生ゴミの貯蔵庫と抽出する装置で、あと河川水門開式、ダム発電とかまど発電、これらを、しっかりと整備したときに、1年間トータルで、まあ、どれぐらい、物事が変わったかと、オール電化がどれぐらい進んでと、まあ、そういうことになってきますね。だからガスもできるだけ節約したいですから、まあ、昔電気コンロっていう形だったじゃないですか。まあ想像以上に何回言ってもこの世の中って動かないですから、本当に、ね、来年プロ野球業界が南から北に向かっての巡業しなかったら、もう今のまだ選手会とか選手の人たち、僕より年下のはずでしょ。まだ年齢偽ってる人います？いないでしょ、そこまでは。さすがに大体高校生の頃から特集とか組まれたりしてるから、大体皆さんまず実年齢のはずじゃないですか。だから僕より若いから、はっきり言って絶望的な状況なんですよ。自分たちが動いたら、しっかりそういうエネルギーの残存問題に対応しないとかも言えるんですよ。自分たちがそれをしないか、いつまでたっても言えないんですよ。僕は自分で実費で、撮影までして、ああしたらいい、こうしたらいいっていうところまでしてるのに、結局まだ国が動いていないっていう。で、しょうもない工事ばっかりしていた。で、お金稼ぎをしていた。で、それで仕事をした気になっていた。で、一部の人たちは僕の昔話していた河川水門開式ダム発電とかの話を知っていた人たちで、河川の底をコンクリート化したりだとか、そういうことを、進めていたと。万博とか物流センターとか余計なものを作ってる連中、本当に今しなきゃならないこと、業務、この辺りで言うと、この間、築20年ぐらいの業務スーパーを建て替えたりしてた人たちがいましたけども、そんなわけのわからんことする日もあったら、早く河川の底をコンクリート化したり、それによって、それで地震発生してますから、そういう説明の動画も、まあ、明日ぐらいにでも、アップロードしようと、まあ、公開しようと思ってるんですけども、まあ、もうそれは撮影終わってるんですよ。で、本当にこの世の中、エネルギーの残存の問題軸にして動かなかったら、全員自分が仕事できてる気分になってるんですよ。何にもできてないんですよ、本当に。自分の仕事プラスエネルギーの残存の問題に対してどういうふうにできたかっていうことなんですよ。で、過度の少子化の片棒を担いでた人間たちは、それは法廷で裁かれるべき人間であって、世間に、実名を公開されて、僕のホームページとかにブラックリ、ホワイトリストとして、こういう危険な人間はダメですよっていうことで、一覧表として飾られると。それぐらいしなかったら、医療業界の人間は懲りてないですから、自分たちのしでかしてきたことを。本当に1本3000万人ちょっとぐらいですよ。もう世界中どこの国もそうですから。少子化すごいですよ。世界中どこの国も。精神病院っていう、ああいう精神の生産されなくなる薬とかから抜け出した、もううちの国はそのまま使わせないっていうような国は、人口を、ある一定の数を保ててるぐらいで、人口爆発なんか多分もともとないと思いますよ。昔のテレビ局の人間が何か話題が欲しくて、人口爆発かなんかわけのわかんないこと言ってたんだと思いますよ。
20国籍、30国籍、その正体、実態は、スポーツ選手で海外を飛び回る人たちは一つの要素で、もう一つは商業原理的に、まあ、いろんな国、例えば自動車メーカーが進出したように、工場を他国へ。それと同じで、まあ、列車関係もそうですけども、それによって、まあ、二重国籍の人たちが増えてしまって、で、あとは死亡届がまだ追いついていない。行方不明者っていう形になっていて、第二次世界大戦の後ですよ、朝鮮半島とか戦争しましたから、台湾のところとかもそうですし、中国の領土もそうですし、アフガニスタンもそうだったでしょ。で、ヨーロッパの方の、まあ、あの辺りの話も本当のところどれぐらいかよく分かりませんけど、けど、第四次中東戦争の頃もそうでしょ。1970年か、まあ、第二次世界大戦の後、起きてたことでしょう。その時に亡くなられた人たちの年齢が今80、90、100っていうあたりであって、まあその辺、たかが第二次世界大戦が日本はね、終結がやっとされて70年ぐらいしか経過しないわけじゃないですか。80年ですかね。80年経ってないですね。大体それ、まあまあ80年近く、ぐらいの年数で、っていうことを考えたときにね、なぜ老人ホームで、長年勤めてる人たちがいろんな老人ホームに聞いてもらって、100歳まで生きてる人を見たことないと。ちゃんと書類の年齢。これが世の中の現実ですから、本当にまあ皆さん、ただその平均年齢が、ただ単にその第二次世界大戦の影響で平均年齢が下がってるだけで、睡眠しっかり得て、程よい運動をして、で、しっかり栄養あるものを食べてと、まあちょっとこの手はね、この間こけて、撮影しに行ってる時に、で、まあちょっとまあ、これはスポーツ関係の傷じゃないんですけども、勝手に指に傷が入ってるだとかそういうふうなものじゃないんですけども、これちょっとこけまして、まあ本当は多分、普通に、電波とかで無理やり起こされたりとかしなかったら、ほとんどの人は多分80代半ばまでは普通に生きれるものだと思います、この世の中。まあ今回は、まあ変なプレーと、それとこれから先、日本代表の選手を選ぶのと、その南から北に向かっての授業、もう117番で途中まで記載してますけども、これで十分でしょ。もう分かるでしょ。これだけ記載したら。これでできなかったらもう仕事してるふりですよ。自分の仕事すらもできてなかったっていうことになりますから。普通に考えたらそうですよ。一番上は国連ですから。国連が大昔からエネルギーの残存の問題を言ってるんですから。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。間違っても夏場に沖縄とか行ったらダメですよ。去年一回それ見かけましたから。試合中それでも僕笑わないチケット頭の中を出して取り組んでたんですからね。ちゃんと真面目にね、選手の人たちが、それをね、僕は伝えてるときに、お、ほんまや、おかしいわ、っていうことをね、ベンチで言ってる人は言ってるんですよ。笑わないで。けどね、これ。後から見て笑うか笑わないか考え。我慢の限界あるでしょ。なんで夏場で沖縄あんなめちゃくちゃ暑いで、僕一回その友達とその米軍基地を見に行った話前したじゃないですか。その2000年よりも前、だから2000年の春ぐらいだったか、1999年ですね。まだオートバイに乗ってましたが、1990年ですよ。その頃に沖縄行った時に、
もしかしたら1998年かもしれませんけども、まあ改正でね、まあ、晴れっぱなしですごい、僕の影響なのかなのか分かんないですけど、海でね、2、3時間、まあ、誰も泳いでる人なんか一人もいないんですよ。プライベートビーチみたいな気分でね、まあ、海に行ってたんですけども、4月か5月ぐらいだったんですけども、皮膚がもう焼けて焼けて、もう皮膚がめくれてきていて、それ火傷してる状態なんですよ。友達がふざけて湯をかけてきた瞬間、もうこっちもギャーって悲鳴上げて、んな暑いところで夏は ちょっとぐらい雨降らさなかったら無理でしょ。ドーム絶対作らせませんよ、あんなところで。どんな電気の使用の仕方されるか分かんないでしょ。とんでもないね、エアコンの強風にしなかったら、冷やせるわけないでしょ。ちょ、本当誰が言い出したんです、経営者の中で夏場沖縄で試合しようなんてバカげたことを言い始めた人間。なんかもう腕まくりが自然とこういうふうに始まってるんですけども、多分。出廷させ、出頭、出廷ね、出廷の方の出頭をさせなきゃならない立場の人だと思いますよ、本当に。それか、本当に高齢者すぎて、例えばもう70代半ばとかで、仕事なんかもうどうでもよくなってる人で、わけのわからんプランを言い始めたとか、まあ、その可能性、十二分にありますよ、これ、本当に。潔く、お客さんを満員させることが目的じゃなくて、南から北に向かって巡業させることが目的であって、要するにエネルギーを無駄に消耗させないことによって、海外から、まあ、エネルギーをね、権益はあるにしても、全額、その石油をね、自分たちで採掘したからといって、その金額、その費用でね、手に入れてるわけじゃないですから、その国にお支払いしてるわけですから。そういう意味でもね、貿易出入というものがあるんですから。まあ、あんまり、おバカな経営者見かけたら、もうマスコミの人で、ちゃんと各球団の経営者の人、年齢とか、ちゃんと公表して、していいことと悪いこと、しっかりと公開しなかったら、こっそりともしかして沖縄でどっか小さなドームとか作ってしまいました。絶対ダメですよ。エアコン使わせたら。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と着信通知の設定と、まあ、今一時停止、まだチャンネル登録とかされてない方は押してもらって、着信通知の設定の仕方、身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいたり、あと身の回りの人に河合さんの動画見ておいた方がいいよということを、伝えていただけたらなと思います。まあ、明日公開する動画の予定の、河川の底から、もう地震の発生地点見たら分かるんですよ。大きな河川のところばかりですから、ある程度震度1、2、3とか4とか、もう文章化してますけども、去年も大雨が、まあ、近畿の方で降った時に、まあ、京都の方で震度4の地震が2回発生してるんですよ。だからまあ、淀川の上流の桂川が怪しいですね。まずそういう当たり前のことを、仕事としてまずしっかりしないと。建築業界の人たちは。余計な、もう、そうそう建物なんかもう解体するぐらいしか今ないから、人が減ってますから。で、たくさん建物を作りすぎた後ですから、若い人たちにはなかなか仕事って同じ職業にずっとつけれてるかって言ったら、なかなか世の中そうじゃないよと。人材派遣会社があって、大体の人は仕事場がたらい回しになってると。これが世の中の実態ですから、ほとんどの人は。どちらかというとそういう人たちの方が多いですから。だからまあ、無理しないで若いうちに早く結婚できたら、中古物件で、程度のいい建物を買った方が無難だよと。まあ、そういうふうに進めてあげていただけたらなと思います。程度にいい空き家はもうこの辺にもたくさんあります。いっぱい。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。